おほほ、ドンピシャっすね。本当にこう一球一球思いを込めて打つっていうのは僕は一番大事なことかなっていうふうに思うんですね。ノッカーとしていい打球を打つとか質の高い打球を打つとか確かに絶対必要なんですけども、決してそれがゴールじゃなくて、向き合っている選手のレベルを向上させることが何よりもの目的なので、うん、いいノックを打って終わりとかじゃなくて、やっぱりそのしっかりコミュニケーションが取れるっていうことが大事だと思うんですね。まあ、いわゆるノックっていうのは最高のそのまた最大のコミュニケーションツールだと思うんですね。こんな風な打球打つからこんな風に取ってくれよと、ここに打つからこういう風に取ってみようっていう、そういう強い思いの中で一球一球、それが例えば200、400、500になっても、最初の1球から500球目まで本当にコンスタントな気持ちでやっぱりノックを打つと、だその気持ちが伝わるか伝わらないかっていうのは、うん、決して期待することではなくてですね、案外不思議なもので乱雑に打ったり、その思いが欠けてると確実には伝わると思うんですね、うん、上手くなってもらいたい、上手くしたいっていう気持ちが、相手が持つ上手くなりたいっていう気持ちを上回ってるっていうのが、僕はやっぱりその思いの条件かなっていうふうには思うんですね、うん、なるほど。そういう思いをですね、いくらそのタフな練習になっても持ち続けるっていうのは、まあ、最低条件かなっていうふうに思うんですね、うん、僕はですけど、僕はやっぱりインパクトの時に一番大事なのは、相手がどのようなその体 の、 その体勢でどう動き出すかっていうことをノッカーが 見れるっていうのが大事だと思うんです。分かりやすくいくと、こういうふうに打つっていうことですね。インパクトじゃなくて、この今から打とうとする打球に対して選手がどのようなこう動きを取っていくのか、それがやっぱりこうノッカー自身がやっぱしっかりこう捉えることができるかどうか、これは非常に大事なことだと思ってます。どのようにこう体が動いていくのか、浮いてないのか、いい反応しているのか、そういうことが、まあ、内野手の場合は特にやっぱり大事なので、それをやっぱりキャッチするっていうことが大事だと思うんですね。やっぱりそのついつい一生懸命打ったら打つほど思い通りになかなか取ってくれないと、形になってこない、まあ、そんなこともやっぱりプロでもあるわけですよね。ついつい感情的になって、で本人もいろいろ悩み始めると、やる気あるのかってよくそんなまあ言葉を聞くことがあると思うんですけども、はい、うん、そういうその怒りの感情をそのままノックにぶつけてしまう、まあ、人間だからやっぱり喜怒哀楽、そういう感情を常に持ってるわけですけども、僕はそういう怒りの感情っていうのをそのままそのノックに表すっていうのだけは絶対やっちゃいかんことだというふうには思うんですね、うん、はい、もしそういうどうしてもそういうものが出てきた時には、少しやっぱり間を取って、ちょっとこうノックでじゃなくて会話でそのコミュニケーションの時間をちょっと取るとか、うん、このノックっていうのは何のために打ってるのかって、やっぱり選手の向上のために打ってるわけですから、そこは明らかに目的が今度違ったものになりますもんね、うん、はい、なるほど。まあ、人間生き物なので、ついついっていうこともあるのが人間だ、間違いを起こすのが人間だっていうけど、やっぱりノックバットを持ってノックっていく以上は、それだけは僕はやっちゃいかんことだというふうには思いますね。なるほど、はい、